ってる。葉っぱの形は琵琶の形に見えるんだけど、琵琶にしては大きい気がする。なんだろう、すごい。今日はちょっとめいちゃんとお見合いをさせてみようと思って、お友達が、まあ、うちのめいちゃんはメスなので、であのオスヤギがいるっていうお友達のところに来てみました。獅子神様っていうお名前だそうです。その獅子神様に会いに行ってみたいと思います。これはパイナップルに見えるけど、パイナップルではありません。食べられない。アダンだったはずです。結構ね、徳之島なってる。アダン、獅子神様に、はーい、ご案内します。会いに行ってみたいと思います。さっきのアダンだよね。うん、アダン合ってる。今まだ身が青いもんね。これとは食べられないよね。アダンは食べられない。ここにもかな。アダン、ね、アダンはヤドカリの餌だね。うん、あー、うん、すごい大きい。これもっと大きくなるよね。取れてくるとしかも甘い匂いがして、お甘い匂いするけど食べられないって残念ですね。そう、美味しそうなのにね、見た目は。うん、こっちかな。あ、こっち左、うん、いました。おーおー、こんにちは。え、なんかちっちゃい。そう、小柄でしょ。小柄。うちのめいちゃんよりちっちゃいかもしれない。そう、うちのマルちゃんよりもちっちゃいから。こんにちは。ちょっと私これを連れて帰るのはやっぱり勇気がいるから。綺麗でしょ、このひげ。うん、綺麗。ねえ、汚れてるって言っちゃったのが実は金髪だった。やっぱりめいちゃん連れてこよう。はい、結構人懐っこいからね。ね、食べてる。こんにちは。あ、本当だ、すんごい。そうすごい。いや、オスってこんなに臭いんだね。ねえ、臭いよね。ねえ、丸をね。丸を、獅子神様。獅子神様の飼い主は、絡まっちゃってるからね。丸八の。あ、私です。まゆちゃんです。はい。あ、獅子神様。ね、うーわ、はい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 、絡まってんだよね。すごい毛もふさふさだ。ここね。食べない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 。オスってこんなに臭いんだ。え、でももっと臭かったんでしょ。うん、もっと臭かった気がする。でね、さっき言ってたもんね。うん、まだ良くなった気がするね。え、っていうかさ、ここにさ、あ、本当だ。どこからみたいな。ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツが、ね、ーすごい下から、うん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 、下からすごいドラゴンフルーツが松の木に巻きついてすごいね、なってる、ね、え、これかっこいい。私も真似したい。どっから生えてんのみたいな。いやー、温泉かな。え、だってここもさ、うん、なんか根っこがさ、あの絡まって。本当だ。生命力すごい ね, ね。さすがドラゴンフルーツ。まるちゃんも絡まりまくってますけど、うちのめいちゃんみたいに。まるちゃん。絡まるよね。お。ね、ちょっと。ご飯ないね。ご飯ないね。私がめいちゃん以外ちょっと怖いかもしれない。オス、ね、ちょっと怖いかもしれない。いきなり突進したりとかね、する子もいるもんね。うん。ね、丸をね。横目で絶対見てる。左目で見えるっけ？見えるよ。うん。絶対横目でガン見してる。ほら、ガン見したもんね。犬を警戒中。丸。
あ、マルコはどこにいんの？あ、いた。え、なんかこっちの、この方が大きい？うん、大きい。へぇ、獅子神様より大きい。まるちゃん、なんかうちのめいちゃんより大きい気がする。あ、大きいわ。うちのめいちゃんより大きい。あー、この中に、え、うん、もう今入ってるの？入ってる入ってる。え、なんでわかんの？もうあの赤田さんもこあの下に下がってきてるよね。そうだからそこへこんでるの。いや、うちの子もね、こういう体型になるんだけどね。あ、それ餌食ってね、もうずっと餌食わ、食わなくてもずっとお腹膨らんでる。うちの子デブなんだよね。いい餌食ってんの。すごい大きい、この子。そう、だからここへこんでるの。うん。へぇー。ここ膨らんでるの、赤ちゃん。ここ？へぇー、そうなんだ。本当に妊娠したの？マルコ本当に妊娠したの？ねえ。うん、ダメ。ラムがいるとね、怒るんだよね。ダメ、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 ダメ。なんか犬はヤギを追い込んだりしてるから犬の方が強いのかなと思ってたんだけど。ほー。ラムがビビりなのかわかんないけど。ほー。はい。マルオのリードなんで、うん、ああいう風なんだろう。なんだろうね。ああいう変身。痛くないの？痛くない。ラムがいるから。痛くない。痛くない。痛いけど、ほんと。めっちゃガン見してる。やっぱ押すのがなんか勢いあるな。マルコはそんなことしないから、そこまで。ちょっとマルコは優しいよね。ちょっとこう、角向けるぐらいだけど。マルコは優しいから。ちょっと私これを連れて帰るのはやっぱり勇気がいるから、やっぱりめいちゃん連れてこよう。毛でいっぱい覆われてるので、すごい絡まりやすいんですって。だからこのホースを、このロープをホースにこうやって通して、首輪を作っていきます。で、このかけるやつと引っ掛ける側の金具、これ2個も取り付けていきます。これはこうやってできるようにするやつね。でね、ヤギがね、今まだ小ヤギでちっちゃいから、このくらいで足りると思うんだよね。こんなもんで、ちょっと、切ってやりたいと思います。全然切れないよ。まずこれを通していこう。
つ。もっとちっちゃいもんな。これをつけないとダメですね。間違えました。こんな感じでいいと思います。できました。これを、こういう風にかけて引っ張ると。でこれはまあちょっとヤギ見てみないとわかんないから、後で、まあ、調整できるように、まあ、このままにしておきます。できました。あれ、小ヤギどこ行った？さっきいたのにいなくなってる。母ヤギはいるんだけど、お友達来た。行ってみる？お友達。あ、戯れる？
仲良くできる？めいちゃん仲良くできそう？仲良くできそう？めいちゃん大丈夫そう？めいちゃん丸八さんからいただいたのでハッチと命名。メスのメイちゃんとは違って男の子だからかやんちゃで甘えん坊のハッチ。メイちゃんとはまだ仲良くできないけど将来のお婿さんが我が家に来ました。今ではとっても懐いて本当に可愛くてしょうがないです。絶品スパイスカレー丸八の情報は概要欄に貼っておくので徳之島に来たらぜひぜひ食べに行ってみてね。あ、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録して今後も我が家を見守ってください。またねー。